皆さんおはもか。夢の世界のお花畑に住んでいるバーチャル YouTuber の花城もかです。今日は4月20日、誕生花は梨です。梨には和やかな愛情といった花言葉があります。梨の木には慰め、癒しといった言葉もあります。春に白色のお花を咲かせます。お花の名前は真ん中に酸味が強いことからナス、果肉が白いことから中白や色なしなどの言葉が転じたと言われています。なしは漢字のなしと読み方が同じため、ありのみという反対の意味の呼称もあったりします。ヨーロッパの中でもフランスではなしと呼ばれていますが、イギリスではリンゴ、イタリアではイチジクといったり、場所によっていろいろな呼ばれ方がある果物です。花言葉はいろいろなものに感謝をしているかのように、たくさん大きな実をつけるためつけられたと言われています。お見舞いなどにもよく選ばれるため、それも由来かもしれません。たくさんのありがとうを連想する果物です。優しい花言葉を持っているので、食べる機会がありましたら花言葉も思い出してみてください。知人に誕生日の方がいらっしゃいましたら、おめでとうと感謝の言葉を伝えください。それでは花城もかでした。今日も素敵な一日をお過ごしくださいね。いってらっしゃい。